もう4月ですよね、はい、春ですね、春やし、はい、まあまあ今日はまあゲストですからね、はい、来ていただいたんですけども、ちょっとペケ子が緊張してるんですよ。何、そうなんです、ちょっと、あ、初めてなの？いやいやいや、何度か漫才の人を呼ぶそう、漫才師アレルギーなのかな。知ってるこの人の。知ってるってもう喋っていいんですか。喋っていい。さっきから紹介してもらわんと喋れないんですよ。ごめんなさい、僕がペキコって言ってもらえない。そうそうなんです、ね、はい、シャンパンハットが来ていた、はい、ありがとうございます。長年やりすぎたらゲスト紹介とかなくなるんすよ。一応ラジオなんで映ってないんで。そうやね、すいません。そうやな、そうすね、お前がペケコ言うからや。いやいやいや、僕もそれに慣れすぎちゃってすいません。あ、そうか、漫才アレルギー。早速いじられてはるんですよ、やっぱり。ペケコって言われる。もういいんすか、ペケコで。はい、あとペケコはいいけど、漫才師アレルギーって何ですか。まあまあな人はない。傷ってならない。傷ってならないやろ。自分がこう、お前言うてん、漫才師アレルギーって。言いましたね。ね、いや、まあいろいろと諸事情があって。諸事情。あ、知らないのそれは。あ、もちろん知ってます、はい、知ってる、はい、知ってます。もう別もちろんもちろん、いや、もうネットニュースとかで知ってるぐらいで、ですし、いや本当にね、あの後輩となんかめでたいのすごいことあるなあ思って、すごいナイスカップル、はい、悲しいペケコンになったんですね。悲しいペケコン、いやいや、考えたらその女子アナとね一緒になる、ね、こっちの女子アナと一緒になるのそんなにないからね、どんどん本当に珍しいですね、長い人生いろいろあるゲストの会なんで、もうその話はやめていただいて、はい、したいんですか。鶴瓶師匠とあの年に一回喋るという会なんで、もうその話持っていくのやめてほしいんですよ。 そんなに肌ツヤ良かったですか。なんかね、最近肌ツヤいいよね。ね、前より全然じゃないですか。あ、もうなんか、はい、1年経てばね、はい、まだそれ言うかお前。申し訳ない、俺がペケコって言ったばっかりに申し訳ない。くださいよちょっと。いや、でもほんまに年に1回ぐらいしかね、こうやって喋る。いや、ありがとうございます。年一なんですね。ね、本当に10年間ぐらい、なぜか年1回シャンプーハットスケジュール空いてるかっていう連絡が直接吉本にかけてくれる。ありがたい。そうそうで、吉本、いや、俺どうしても、な、もう東京へ来ないイメージがあるやんか、はい、俺やってる東京の番組でシャンプーハット来へんのかなって言ったら、いや来ないかも分かりませんよ、これ俺聞いて。シャンプーハットスケジュール空いてるかい。ジャニーで絶対聞いてくださるんで、はい、行、はい、きますんで。あ、そう行きますけど。いや、まあ、来てもうたやけども、はいはい、前ちょうどそのレギュラーやってるのいっぺん休んでもうたやな、ね、来てから言いにくいねこれな、大阪のレギュラーを。何のレギュラーだったんですか、うん、それはね、スポーツ番組ですね、体育、うん、ですけど、うん、そのレギュラーを、うん、鶴瓶師匠から連絡をいただいて、そうそうそう、スケジュール、ね、スケジュール、じゃあマネージャーに言わんとも直接僕が聞いて、うん、で、あ、ここレギュラーありますねって。でもそれ行きたかったんで、めっちゃ、そうそうそう、だから、ちょうど上方漫才大賞取ったのに、うん、コロナ禍で漫才ができない年に、うん、師匠が、ね、そう、うん、東京のネタ番組に呼んでくださって、うん、ね、これはもうどうしても行きたいっていう気持ちを伝えたら、うん、なんと他局やのに休ませてくれた、うん、全然間取り持ったの全部僕らなんですそう、マネージャーではやり取りも全部、そっからマネージャーにもうプロデューサーには話つけたからって言って、新幹線のチケットだけ用意しといてくれ、そうそうそう、それで鉄次と「もう絶対行きたいな」って、行こう行こうって言って、もう行く気満々になってもうて、はい、いや、ありがとうございます。だからそれは後で聞いて「うわ、それ悪いこと言うたな」って言っていただければ、はい、ほんまに嬉しい。向こうのやつらもめっちゃ喜んで、見ることないやんか、まあ、2人をね、そんな漫才見ることないやな、こっちで流れてるけどよね、劇場も行けば ね、はい、いや本当にあの鶴瓶師匠、我々のことすごい偉い高く評価してくださってて、うん、一回無学というね、師匠がやってるやつに呼んでいただいた時に、うん、普通あの僕らが漫才披露してる時は、うん、師匠はあの一応楽屋とか、うん、あのスタンバイしてるんですけど、うん、僕らの漫才の時同じステージで横でパイプ椅子で見てたんですよ、うん、そんな人います？客席の横で一番近いところで見たい、見たいや、見たい、師匠が見てる中漫才の、はい、緊張してます、ね、いや、そんなんしゃあれ、いや、でもそんなもん20何年や、28年や、でももう30年やってんねん、大先輩、いや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 、いや、でもまあ師匠は我々の手の内も知っているから全然何を隠すこともないです、もう堂々と、もう、いやいや、だからまあそれは嬉しいよね。で、向こうはだからほんまに
喜んでんの、え、くんのとか言って、そんな、そんなことになってんねん、シャンプーアートくんの言うて。でもやっぱり普通は会社通してマネージャーのとこ行くと、うん、あ、スケジュールアウトですで終わってしまうのを、やっぱり鶴瓶師匠と聞くと、あの各局お世話になってるからすごいですね。いやいやいや、あれ師匠の名前がなかったら絶対に休ましてくれなかったですよ。で師匠から直の連絡やしな、ね、そんなしたか俺あんまないですよ直で。だってそんな直しない、昔も師匠が松竹の後輩らのやるネタ番組に何かしないけど吉本で俺ら一人呼んでもらって師匠何でも松竹しか出たネタ番組にシャンパンと来いって言われて、はい、局で局で局で、はい、師匠が言ってるんで行きますよ、はいはい、それじゃほんま悪いよ、俺もアホやからな、ほんまなんか分からんねんけど、ちょっと味しめてますか、味しめてはない、味しめてはない、そんなもんはちゃんとルールはルールやねんからな。でもまあ大阪のちょっとした生の番組とか見ていただいてることとか知ってるんで、だから年中通してこの番組何がどんな番組でも鶴瓶師匠が見てる可能性あると思って気合い入れてますよ。万が一手抜いたの見られたらもう終わりや思って。いやいや、でも二人ともほんまに 手抜くというか手抜くところがおもろいよね。なんか どれなってんねこいつらという感じは、もうほんまにフリーでようここまで、まあまあもうこんだけやってんねんからそうやけど、そんなん珍しいで、割とこういうフリーの感じで喋ってんねん。いやいや、見てて師匠に習った感じです。そうですよ、ね、でそのままお返しします。力みすぎたらあかんねんなっていうところは。いやいや、いつもやそんな無理に喋る必要ないって教わったもん。鶴瓶さん変わらんというのはちゃんと喋らなあかんよ。確かに、でも誰かがなんか喋る、ほんまに朝の番組とかやったらあんまもう大きい声出さんとこって思ってますもんね。ちゃんと大きい声出せや。俺この間ラビットで寝てしまったもん。さすが勉強させていただきます。寝たあかんねん。それぐらいラブな感じですね。寝れる逆に寝れない眠くて寝られない。いやいや、寝ておもろないからじゃないねんけど、余裕なんかちょっとなんかゆったりした時間が流れて居心地よくなりますもんね。その瞬間に寝ちゃったんです。だから居心地よくしてくれてんねん。なんかな、川島もな、そうそう、天才ですね。ああいうなんて、でもどんどんいろんなやつが出てくるやろ、その吉本からいろいろ、今日もやってたけどな、なんや読売の読売にやってたやんか、はい、そうですね、ちょうど今日面白いですわ、みんな、うん、なんでだから面白いやつを見て面白いやつが入ってくるから、やっぱおもろなるよね、みんな。いや、そうですね、やっぱり。でもあと達者ですしね、はい、達者、やっぱりあのね、4分とかぐらいのその M1 を見て育ったコーラやから、なんか僕らの時の劇場出番ってなんか10分ぐらい出番あって、なんか今日あったこととか 2,3 分喋ってからちょっとアイドリングで最後にネタやりましょうかみたいな感じ、スーってネタに入るわけではなくて、尺足りひんからそんなんでしょ。あと賞レースもなかったんで、今のコーラ毎回がもう練習みたいな感じ、もうバッチバチに面白いです、劇場見ててもやってるから。歌で言うたらもうイントロがないのと一緒で、もういきなりねサビから入るみたいな、はい、いや、僕らはだから歌、昔の歌でセリフあるタイプですもん。そういえばセリフなくなりましたね、歌でね。俺語りあるタイプ、ね、ちょっと聞いてくれるかみたいな。30分ぐらい語って長い、ね、歌前に語る語る、俺の人生聞いてくれる。そのギリギリその世代の漫才師は、ね、やっぱ変わってくるやろ、その漫才っていうのは変わってきてますね、ね、うん、みんな。いや、だからその若手のコーラのな、あの、うん、劇場にも漫才劇場っていうところありまして、うん、そこネタ時間みんな5分なんですよ、うん、やっぱそこ呼んでもらった時にやっぱりそのいきなりネタに入るの恥ずかしいから、やっぱり皆さんどこから来られたんですかとか言うじゃないですか、はい、お客さんポカンとしてますそれが逆にないんですね。だんだん恥ずかしいな。まあ、でもありがたい、そこで5分出番っていうのはそこの若手の劇場に行かないと、 NGK は10分なので、10分やるし、また違うネタをやったり、団体さん相手にしてるんで。門座なんか俺最初から出ても20分やで、ね、最初から20分ですか、ね、若い時から、うん、若い時から最初語り言う、いやいや語ってくれ言われない。いやだからさすがに目はしないでしょ、さすがに目はしないとにかく語ってくれと。そんなもん俺デビューっていうか初舞台で早いで、2月に入って11月やもんね。わすごい、もう半年後ぐらいに、はい、もう半年後にも出てんねん。普通だったらどれぐらいかけて、いやいや、もう落語家やからそんな早いこと出ないです。うん、
早いこと出られへんねんけど、兄弟子がさっき出て俺が出ないとあかんわけ、兄弟子より先に出られないよねんから。で、まあ、いやもう今やから言われるけど、俺を出しがたいがためにものすごい兄弟子もバレる師匠のおかげで出れた人もいる。いや迷惑な話やろ迷惑でしたか、先お前デビューさせると、まあ、その人らも迷惑やろなあ、まだ修行足りてないのに、足りてないのにまだ言うのにもう出て、はい、ほんだ正直は、ね、今やから言えるけど、俺に出てもらいたいがためにって、うん、で、毎日男でまだ、この NBS ヤングタウンやってたよ。はい、俺、センディーからやねん。センディーからのな、道頓堀に、はい、あの出番間に合えへんから、タクシーで行かんわけ、はい、めっちゃ高いやんか。高、はい。ね、ほんで、俺ら出んのが1000円やもん。交通費1000円。いやいやいや、全部出演料が。出演料出ないですか。そうそう。交通費で、交通費、いや、出ないよ。で、出ないけど、まあ、俺が交渉して出るようになった。そうやったら出えへんでと。新人の時からもう交渉してたじゃあ、そんな出えへん。そんなお金足らんやんか。交渉せんねやればいいほどお金足らんやんか。そうそうそう。千里からタクシー乗って 3,4,000 円かって、かかるやんか、そんな、それ言って1,000円もらって帰って、1,000円っていうか、だから10日で 2万円かな、1万8,000円、20分で1,000円ですか。そうそうそう、あのね、量り売りやないねん時給でやってない、ね、僕らは5分500円やったから僕らのがちょっと高いです、ね、高いですね、5分500円やった、1分100円ほんまやで、それまだ俺高い方やもん、1,000円で、当時の金額ですもんね、そうそうそう、昔だと900円ちゃう、その 1,000 円ででもそんな早くで20分全然喋れたんですか。まあまあ喋ったな、すごい、あれがすごいですよ、僕らは初めて花月出て、うん、やっぱ受けんかったんですけど、10分やって帰ってきたら褒められましたもん、ね、どういう、いや、やっぱみんな滑ったら巻いて10分やのに5分ぐらいで降りてきたりするから、うん、どこ変わってたよね。だからこの間の鶴瓶話もそうやけど、はい、あのね、日常のあったこと喋るからやな。そうですね、うん、あのスタッフさんも含めて思ったよりも喋ってらっしゃいましたからねこっちの予想を結構超えてたもんね、20分ぐらい超えてたんで1時間ぐらい喋ってた、相当お客さん満足だったんじゃないですか、だからそういうのは慣れてしもてんのよね、それ。いやけど、あ、普通にスーッと喋るのがね、喋ることないですよ、あ、だから1時間喋ってくれたらそんなないけど、はい、ずっと順番にずっと喋ってたら1時間なったようなのあるわな、それはなるやんか、それやったら1時間喋ろう思って力入れるよりはそうやで、そうなんですね、ここら何もでも喋るよね、黙れ言うたら黙りますし何もでも喋るよ、喋るで、この空気はもうおもろいぐらいずっと普通に行くのも別に声も張れへんしやな、はい、今喋ってますけどもうすぐ疲れますしね疲れた一回疲れますけどこんな形になったの最初からなの、あ、ま、漫才の形ですか、これけど本当は、まあ、途中でこう、まあ、基本的に初めて組んだ時に、うん、僕ツッコミ苦手やっていうことをこいちゃんに言うたんすよ、うん、いや苦手か嫌やって、だって心の底からなんでやねんと思ってもないのに、そうネタ合わせして知ってんのになんでやねんって言う嫌やっておかしい、ようよくあるとおかしないネタ合わせで2人でネタ考えて変なこと言うって分かっててそれをなんでやねんって人の前だけなんか知らんふりして言うのっていや、なんか自分に嘘ついてるみたいでめっちゃ嫌やったんですよ、それ言うのが珍しいな、ほんまに、だからなんか嫌や、で OK したんそれ、だから突っ込まんでいいでって言ったんですよ、だからすごいなとか、うん、あ、そうやったんと思った通り、あ、マジでとかやめてやめて、なんか純粋に毎回あの素直に思ってることを言ってるっていうことなんですね、そうそう、いやだから不思議やなと思ってたよ、それは全然、そんで小井ちゃんのことものすごい褒めるし、そうそうそう、だって基本的にね、あの小井ちゃん頑張ってるんでだって漫才のやり取りの中でこういうことしたいっていう設定があってやったら、じゃあ俺悪いとかあったら言うからなって、うん、友達として、ね、けどそんなきつくね、友達が失敗したことおいなしてやとか言うのおかしいやないですよ、ようよう考えたら、たまに漫才師で怒りすぎてる人いませんこらーとか、今日もめっちゃ怒ってたやつ、ね、10分や言ってたやん10分やとか言ってたね、いや怒りすぎやねんってなるぞ、あれもおかしいのが怒られてる方がネタ作ったりしてるからそうですね、実はなんか変な頭バシバシ叩かれてる方が叩かれるネタを書いたりしてるから叩けやとかもう、それおもろいな、はい、自分書いてるやつが叩くように書いてるわけ叩かれるねえ、
面白いな漫才って変な世界ですよね。変な世界やな。それ言われたら確かに漫才ってそうですよね。え、純粋な質問なんですけど、喧嘩とかしたことあるんですか？喧嘩という20代とかはやっぱどのネタやるかとかであったけど、うん、今は別にないやんな。ないですよ。で、まあ、喧嘩見したに言い合ってやってもええことがないって分かったから、うん、そうでしょ、経験あるでしょ、喧嘩してもいいことがない、いいことないけど私は怒り続けてましたよで、ええことなくなかったでしょ怒ったことによって、はい、あのごめんじゃなくてなんで悪かったのかを言ってくれと。え結婚生活のこと言ってんの？いやいや、軽い今例えの話が多分なんかリアルにまたそっちの話、いや、あのもうそうじゃない、靴でかっ、靴めっちゃでかい靴履いてる、めっちゃでかい靴履いてますよ師匠、ピエロか、でかい靴、何やねん、ネットで買ったやついじられた、ネットで買ったんですけど 22.5 なんですけど、でかく見えるように でかっ、はい、変なやつ、すげえ靴足でかく見せたい、斬新なお衣装で変なやつや、変なやつ喧嘩しないですよ、だからそんな、そうなんですね、はい、まあだってもしどっちかがネタを間違えたりしても、はい、うん、一生懸命やって失敗したんやからしょうがないもんな。怒って治るんや、治らへんやん。怒った方がまた次プレッシャーかかるから。いやだから同じ気やわ。俺もね。うん、ほんまにそんなな。なんかミスしたりとかなんか忘れたのをフォローするのが相方やろっていう考え方やから。そう。どのタイミングでそうなったんですか。前からやろ。いや前からじゃないです。そのやっぱ俺は人に怒れるほどの人間じゃないと気づいてからです。笑うとこちゃいますよ。そう、めっちゃいいこと言ってる、失礼でしょこいちゃん。なんで笑ったの？優しい、やっぱり優しい。なんで笑った？なんで笑ったんですか？こんな優しい人。え、でかくつ。靴は映画で、さっきからネットで買ったやつ。MBS ヤングタウン。というわけでございまして、お分かり通りシャンプーハットが今日はゲストでございますね、はい、私奥手鶴瓶と三遊亭トムとシャンプーハット哲司とシャンプーハット恋さんと藤林敦子でお送りしていきます。今日は、収録です。そしてマリリンさんが体調がねちょっと芳しくないという、はい、はい、花粉症による咳で悪化したみたいなので、ね、皆さん気をつけてください。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスヤンタンアットマーク MBS1179.com ヤンタンアットマーク MBS1179.com、 またツイッターでも皆さんからのコメントをお待ちしております。ハッシュタグヤン日、カタカナでヤン、漢字で日でつぶやいてください。またいいメッセージやコメントをいただいた方には鶴瓶さんからの私物プレゼントもあります。どんどんメッセージをよろしくお願いします。こっち帰ってきた時も競馬の番組も見てるよ。あ、今そうですよね、うん、はい、出させていただいて、予想と中継出させていただいて、どっちがもともと好きやったん、競馬両とも。僕がず、まあでも鉄人もやってたんですけど、うん、はい、僕はもうずっと土日は競馬です、うん、競馬ですって戦ってるんですよ。あ、そう、はい、はい、それでそっから仕事になっていくっていうか仕事にはなってるんですけど、20年ぐらい前、そうですね、もう20年あの、うん、レギュラーでやらせてもらってます。あ、そうか、小井ちゃんが競馬詳しくて、でちょうど僕がそこまで詳しくないけど競馬は興味あるっていうコンビを探してたらしいんですよ、うん、うん、素人も入れるようにっていう、うん、でそっから今20年経ったんで、まあ、の知らんふりするのがもう無理になりましたいやいや、まだその手だから、ね、はい、一応その手今までの当時のプロデューサーに言われたことをちゃんと知らんで、まだその手でやらせてまだ知らんで、はい、ダービーって何ですかって聞いて、いやいや、そうなんですか、それ逆に怒られません、競馬ファンに舐めてるって言われて、一応知らんというある程度、ね、ある程度最近リニューアルしましたもんね、はい、で何リニューアルされて、あ、リニューアル、はい、そうそう、見てます、なあ、あれ、そう、うん、競馬お好きなんですか。いやいや、俺全然競馬せんねん、競馬は。ああ、こいちゃんはもうほんまに競馬も好きやし、だから基本ギャンブルも好きなんでね、うん、だから俺競馬では小学校4年の時に近所のおっさんと、うん、あの春樹かなどこ、うん、いやいやいや行って、いや大丈夫かと、おっちゃんがなんぼか数字言うて言うた数字が当たって40万も40万もって、うちの家風呂建てたやんよかった、おじさんのおかげで風呂、すごいおじさんですね、そうそうそう、俺が40万って言ったやんもん
おっちゃんが数字上言ってそうだって当時の40万だからすごいよ、ね、家建てたよさ苦労かけたおっちゃんもすごいっすよね。だからおっちゃん1000円か1000円何ぼか知らんけどくれて、うん、それで数字上言って言うた数字が当たったよ。俺だからこれお母ちゃんのクリスマスツリーのあの中に出てくるやんか、はい、俺のその話がそこに繋がるわけ、ね、そうそうそう。それとそれから師匠うちの師匠にもなんか、ね、そうやうちの師匠が俺あのなんていうの超能力あるって嘘ついてテレビ出たんよ。いやいや言い方ないですよ。師匠もいろんな手やってますやんか。超能力です、ね、どんな手使ってたらテレビ出たかったいやいやだから超能力あるって言うてまあ、なんか嘘やねんけどねある言うててそれでほんだお前超能力あんねんったら言うてみ今度のああで、はい、師匠に、うん、そう数字言うてみよお前、はい、言われてこれどうしようかなって言うた数字が当たったよ。超能力じゃないですか。超能力お前俺も自分でどっちがどっちか分からない嘘ついてるから怖いやんか。本当当たったやん。嘘が本当になった本当なんて。ほんだから次の月からずっとお前なんぼ数字言えてもう当たれへんねん。怖いですねそれも。いやそんなそれ2回だけやそれ。ほいちゃんはほんまにギャンブル好きすぎてね1会場で12レースあるんですよ、はい、でそれ3会場ある時があって36レース全部馬券買ってすごいな全部外れたんですよ、で腹立ってその日の晩ねあの鍋食べに行ってその時生牡蠣食べたんですよ。生牡蠣に当たったんですよ初当たり初当たり大当たりありがとう大当たり初当たり生牡蠣夜の37レース当てます残念なことがいっぱいありますわギャンブルしてると。俺はギャンブルはもうほとんどせえへんな。3会場やるの本当に好きな人ですもんね。でもそうですね、うん、なんか36レース朝一で仕事の日は買いに行って、うん、1個だけレース当たってたんですよ、うん、なぜかわからないんですけどあの馬券が35枚しかなくて、うん、唯一当たった馬券だけないんですよ、それはもう落としたのか、うん36レース分馬券買ったのに1レース買い忘れたのか分からんけど消えたんですよ、うん、すごいなそれは、はい、でもまあこんなことは日常茶飯事ですけどね。いやいやいやここなんだよこいちゃんのこういうところ、ね、いやいや大きいずっとフォローされてクソって言わないでしょ、はいうん、クソは言うたことない言うたことないさすがです、はい、すごいな腹立ったことがないですこの自分目みたいな腹は立たんけど油汗は出てきます嫌だからとさすが、はい、本番中でもいやけどそんなこいちゃんでもあの、うんね、300万とかね当たってるし当てられてますよね、はいで僕も最大で700万当たったこと700万でコンビでちょうど1000万当ててるんで、うん、だからもう M1 いらんかそんな自分で食べるのがすごいな本当すごいですよね。ここの師匠もめっちゃ好き、師匠好楽って言って、はいはい、でも尊敬してますもん、今日一緒だって言ったらああいいなって言って競馬好きすぎるからもう競馬の人になって競馬の人もういいな会いたいなギャンブル好きな人は自分より負けてる人が好きやから会いたいなよろしくお伝えくださいって言ってましたこれめちゃくちゃ聞かれてると思うんですけれども、うん、赤か黒かどっちなんですか。トータルですか。恐ろしいぐらい赤ですね。そりゃそうやろ。20年間もらってる競馬のギャラ以上に負けてると思いますよ、はい、けどねそれはね今やからどういうこと死んだ時に最後聞いてあげて終始は今やん来週もやるから、まあ、競馬っていうのはあの回収率、ね、勝率より回収率と言われてるんですよ。ほんで嘘つこうと思ったらつけてるからな今のな嘘ついてないっていうとこ評価してやいやいやね師匠ほんまに、まあ、そらそうやけども目の前に超能力者言うて言うた人いてんねおかしな人ばっかりじゃないですか二角兄さんにあの暴かれたもんそれ嘘やろそれはいもう一回嘘やろってはい、はい、そうですでも昔の超能力って言ってた人3回ぐらい当たってしまってそっから引っ込みつかんくなった人とかおるんでしょうねそうそうやとほんまに、ね、なんか変なことで当たってしもたやな俺もそうや引っ込みかれやんそんなもんでも嘘や言うてんのにすごいのがそこでハマらへんところがすごいですねあもう確かにそうですねそれで俺はそのハマれへんわ、うん、いやええかっこ言うと、はい、ものすごいええかっこになるけど、はい、この商売あのギャンブルや思ってるからそうです ね、うん、だからそうなんです、うん、そうやろ本当にそれはほんまに思います。うん、だから仕事がなくなってもスタートについただけやと思うんでもともとゼロやったしうまいこと言うてるやんか俺だから何も怖くないです。
何も怖くないよ、はい、ほんまに。まあ金がなくなったら競馬で増やせばいいだけです。かっこいい。増えへん。増えへん。収支は死んだ時に聞いてな。そう、死ぬ前に収支聞かすだいぶやばいやつ。トータル、トータル、トータル。今はね、負けてる。でも死ぬ直前で言う額は人生で初めて嘘をつく。かっこいい、かっこいい。ちょいがちって嘘つくかもしれない。かっこいい、さすがこいちゃん。負けててもちょいがちって嘘つく。生前は嘘つかへんかったけど、死んでから嘘つく。最高の人生でしたって言います。最後だけ嘘ついた。最後だけ。いや、おもろいな、それやけど。でもなんでギャンブルの好きな人ってほんまに好きやからな。ずっとやってますもんね。何やろね。劇場の合間でも行かはんねん。庄司さんとか、うん、ずっと一緒に競馬新聞持って小玉師匠とか、うん、ずっと見てますね。この間庄司から電話かかってきて、はい、庄司さん7歳だった。なんか何ラジオみたいなのをあの YouTube でやってるの、あのポッドキャストポッドキャストのなんか喋ってると、はい、ラジオトークみたいな、ラジオトーク、あ、それそれラジオトー ク, トーク、はい、うん、でラジオトークでやってるんねんけども、うん、あのあいつがなんか忘れたわ。さすが、さすが、さすが、嘘つけへん。ほんま外れてんのに適当に喋る人いっぱいおるやん。あの話何やったやろと思いながら、ね、変なポケットや。師匠は話し始めた時は覚えてたんですか。いや覚えてもないでしょ。言える思ったんやけども、言える、あ、何やったかなって思ったすごいよ、ね、すごいですね。いや、昨日モノマネの堀さんがその言葉が出てこなくて忘れちゃう鶴瓶師匠っていうのをやってたのを聞いたばっかりだったんですよ。まさに同じ状況だった。超能力者ですよ。あれ超能力。堀さんの方ですか、それ僕です。あ、これ書いてあるわ。え、書いてある、どっかで。メモね。メモですか。メモ書いてある。メモを取りに行きました。カバン。余計赤いやんか。書いたこと思い出した。すごいメモ取ってるんですね。無学の時もね、僕らのメモいっぱい取ってくれてる。ずっとメモしてはるから。メモ帳、メモ忘れてなくてよかった。メモはありました、ね、メモありました、メモありました。よかった。俺は声がし笑ったやもん、それ。お前それおもろいな。どういうことでしょうか。声がし笑ったやん。今探してます。あ、あったあったあった、はい、ラジオトークやわ、はい、朝から電話かかってきてね、はい、で俺は朝必ずストレッチするって言うてね、はいはい、俺は必ずストレッチする言うて、はい、言うてたらファンからそれはねもう68になってね、それはもう喋ったらダメですよって、なんでやねんって、ね、一人エッチやと思って。いや、これラジオで言えないじゃん。言えるやんけ。マジ言えるやんけ。言えますか。そんな電話朝かかってきた。いやいや、じゃあ俺に電話かかってきたよ。おかしいやろ。何がこの話すごいかってギャンブル全く関係ない。ギャンブルで思い出したけどなって言って、庄司で思い出した。庄司で思い出した。庄司で。庄司で。会話の中から一個つまんで。庄司が。ギャンブルは関係ないけど、一人エッチの話思い出しちゃって。お兄さん、こんなん言われてね。あいつの電話何やったらちゃんと伝えたなったんです。そうそう、ストレッチとストレッチをファンの人に間違われて、ええ年してそんなん言うと飽きまへんでって言われて言われた方も嬉しかったですね。私がそう言うてくれたっていう、ね、はい、確かに聞き取れ方によっちゃそう聞こえるか。それ、あ、聞こえるよね、ストレッチ聞こえるやろ、ストレッチ、ストレッチ、やってみちゃった、ストレッチ。いや、言わんでええ聞こえるかどうかをやってるんで、言わんでええ一人エッチで言っちゃってるやん。お前言うてるやんけ。なんで言うてるやんけ。お前言うてるやんけ。言うたらあかん。誰も言うてないですよ。ストレッチで俺らはストレッチ。そこのルールは大切にしてください。手筋が起こる珍しいで。なあ、あかんで。男子は直接そうに言われたら逆に嫌なんですよ。確かに、そうですね。そう、グイッと来られる、ちょっとフォローしてくださるんじゃないですか。グイッと来られるのが一番怖い。可愛い感じで、可愛い感じで、もう嫌だって言ってくれた男子はね。だ、それ嫌だって言ってくれた方がいいよね。ね、もうそんな言わさないでくださいとか言うの。いや、もうしゃあないじゃないですか。もうここに座っちゃってるんだから。どういう場所だ。だってもう言おうとしてたもん。そう。まあ言おうとしてたやんけ。誰よりも先に言ってました。誰よりも先に。
言い慣れてたもんな言い慣れてた言い慣れてた普段からこれはそれはちゃうちょっと人生ギャンブルするのやめてくださいよいやもう大きなギャンブルしちゃったんだよギャンブルはせえへんの一人エッチだよそれもギャンブルですギャンブルはしないですねしないね、はい、お前するやろ僕でもそんなでもあのメインレース買うぐらいです競馬とあ、うん、師匠と会話がないあの要はもうそれしてないとお前買ったっていう話になるんであなるほどあ俺はでもそのほんまにせえへんわすごいもん、まあ、私も本当お笑いもギャンブルですからねそれになんか勝るもんはな ないですよねさっきのギャンブルやでこんなよ俺はギリギリセーフでまだ、まあ、おるわこれさっきの喋り出しもギャンブルスタートやったって、ね、覚えてるかは途中まで覚えてるけど喋ったら思い出しそうっていう時ありますもん、ね、あるやろ、はい、なんとかなる思ってね、はい、あれだからそのストレッチが分からへんかったんやああそこがストレッチは分かってよ皆さん分かってストレッチが分からへんかったんやけど、はい、ストレッチは分かってたあじゃあもう原型が分かんない原型が分かんない落ちの方やから何やったんやストレッチが落ちたことは分かってた、はい、そうそうだからストレッチって、ね、心の中でストレッチ何か変化できなかったよねストレッチからストレッチ分かるあ確かに難しいかもあそうやろストレッチからなストレッチからストレッチ何を言う時あったんやろなと思ってこいつお前すぐ変化したなお前はいはいって変化しちゃいましたお前はもうしないですだって勝地さんに怒られちゃうからいや怒ってはないですよなんかそのちゃんとルール守ってほしいなと思ってあんなに小井さんにフォローされてるそう偉かったそうフォローなし自分発信やからな、まあ、俺らが言ってって言ったらハラスメントになるからそうそうそう、うん、皆さんをハラスメントさせないためにそう言うた言うたんです皆さんをハラスメントさせないために自分興奮するやんけそれあかんそれあかんこれはダメ気持ちを全部言うた気持ち言ったらあかんのかそれあかんの気持ち言うたらあかんそれもギャンブルですねいやそうギャンブル失敗したけどギャンブルで言ったんですね賭けに失敗しましたラジオ木野さんなんかまとまりないこと言ってますけどあのストレッチだったんですよねそれがそれが元気なストレッチやねんけど何やったかなと思うんだよね喋り出しがもう冒険やったんでそんなことない普通喋ったんだよありますありますあるやろめちゃくちゃありますなあ、はい、でこれ何やって俺何言いたいねやなとか、うん、あれもあかんもうオチ言うてもうてるわって言って久しぶりの話の時ありますね、はい、あるあるあるよなこれ、はい、これどこやろってなで人もそんなん言うたんのよう分かるこの人誰も原型分かってそうですね今あるやろ今何かしら迷ってらっしゃるのは分かりますやっぱりで振る方もあれですよね、うん、今の話今度師匠に聞きたい時に、うん一人エッチの話してくださいよって言ったらもうダメですもんねそんなん言うやつおるやろいます、はい、いとるよねそれこの場合ストレッチの話してくださいよって言わんとダメですもんねでもそう鼻からそれを先言うようなやつおるやろいます恥ずかしいやつ言うの、はい、ありがとう僕ファンの人にあの住所バレてね、うん、こう大変なことになるみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、ファンの人が僕の住所使って懸賞を送るようになったんですよ、うん、だから僕の知らない間でお米が当たるようになったって話がすごいあるんですけど、はい、あるんですけどだからその話をなんかもうめっちゃ面白いと思ったなんかの師匠の方が哲司君あのさファンの子が懸賞を送るようになってお米当たった話してやって全部やってたすごい振り方するんですねそれはありますよ昔の人それ多いよほんまに多いです昔の人めっちゃ多いよあと清志郎のよしあともう一丁ってやつ何ですか何ですか清志郎のもう受けたらボケた後ねもう一丁行こうか恐怖すぎるもう一丁行くんですか恐怖すぎる周り回って清志郎めっちゃおもろいよねめっちゃ面白い何やってんねん清志郎面白いいや清志郎の話でもうほんまに笑ったんかテレビってカンペってあるじゃないですか、うんうんうん、カンペって清って名前があってその後におゲームコーナーみたいななんかあるじゃないですか、はい、その時は清はゲームコーナーだけ言えばいいのに、うん、清ゲームコーナーって自分の名前言うたカンペの左上の名前ね40でも清師匠にもでもご飯コンビで連れてっていただいて、はい、ご飯行ってバーみたいなところも連れて行っていただいて、うんうん3日ぐらい経って劇場一緒やったから師匠ありがとうございましたって言ったらはぁって言われた何やなんかしたかって、はい、けど
きよ師匠、僕宮田ベンジっていうねつけ麺屋さんオープンした時、やっぱ胡蝶蘭送ってくださったんですけど、きよ師匠の胡蝶蘭だけ全然枯れへんかったって捨てられへんわこの胡蝶蘭なんで清志郎の胡蝶蘭だけ枯れへんやろな いや枯れへんと思うわ、枯れへん、はい、あの人の、うん、あの人は枯れへんと思うよいや電話もようくれはるしな、ね、本当によう電話くれはるよ、うん、すごいですね鶴瓶師匠と清志師匠の会話って電話で、いやいやいや、もうそんなもう大先輩やもん、もうよう可愛がってもらうねもうほんまに、はい、ね、だからあの違うやんか、吉本と松竹やけども あれぐらいの年齢で、だからあの時期ってやっぱり松竹と吉本ってやっぱり芸人同士は、はい、あの全然大丈夫やけど、うん、そんなんね会社同士、会社同士はもうなんていうのバチバチやったわけやから、はい、ちょうど俺らの時期って、うん、はい、で俺はもう仲ええわけやんか、そんな仲ええって言ったらおかしいけど芸人とは、はい、だけど松竹と吉本がバチバチの時期やったから、うん、そうなんよ、そんなんね、じゃあ喋ったらあかんみたいなこと言われる、いや俺らは言われへんよ、そんなもの喋るからあれやけど、だから言われてる人もおったやろな、それ、だから同じ番組出るとほとんど絶対なかったね、そうそうそう、でも俺は出てたんや爆笑何やろ俺だけだからよう出てたよ俺、あのだからあの爆笑寄せとかな、 あの時はだってもう吉本枠松竹枠って言われてる枠が分けられてましたもんね、そうや、ね、でどんどん吉本枠になっていったんや、うん、だけど俺は別にそういう枠関係なくて出てたから、うん、もうよかったけどね、全然関係ない形で出たんやけど、不思議やな、不思議、ね、俺だから吉本の人とよう可愛がってもらったよ、まあまあまあ、今の分子のお兄さん三四郎お兄さんとか、もう、まあ、二角兄さんもそうやし、ね、うん、もう二角兄さんに俺はもう直立不動やからね、へえ、うん、で翔平はいつもいつも楽屋におんねん、俺の弟子が、うん、で一緒にゴルフ行ったりとか、ね、ヨーロッパも旅行したりで、はい、で俺はもうこうね、おかしいやん師匠がおかしいやん翔平さんリラックスされてるんですね、翔平はもうなんかものすごい仲良かったよ二角兄さんかわられてて、俺はもうピーンやもん鶴瓶さんがピーンってなってるんですか、そうそう俺はピーンってピンコだっちゃう、えいやいやいやピンピンと立ってるってことですね、泉ピン子さんが立ってる状態ってことですよね、そうですね、あかんなこんなん言うたらダメですよ、いやフォローなし、でも師匠僕は興奮しましたよ、おかしいやろ、何でもええよ中学生やろ、何でもいいかってなっちゃいます、何でもええ興奮したんだよ、お前ら見てないんだ笑っとんで、面白いな面白いなそういうこと喋る人だよ面白いこと喋る人だよ、いやすごいですね、その辺の話って面白いですね、そうそうそう、聞きしないんで、二角にさんはやっぱり、まあ、もうね直系やからね、直系のうちの師匠の一番弟子やからね、二角さんが亡くなったら、うん、今直系の一番弟子があのいいかええかええかええのんかやんか鶴子にやん、うん、あの人には別に全然緊張しない、そうなんですね、そうそう、あの人は、あの人はうち あの大阪市東住吉区長屋市長原家の近所の人は姉ちゃんの同級生やった、だからあの人がおったから、あこの人中長吉中学同じ中学で出たはるっていうので、うん、同じ中学やったからそれがあれやったよ、きっかけ、で兄さんと一緒にレギュラーやってたからね、だから緊張はしないのよね、緊張せなあかんねんけど、今だから筆頭やで、うちのすごい、あ乳頭の色はほんまや、乳頭の色はって言うたはんねん、興奮してきましたね師匠いや、はい、師匠も興奮欲しがってますけどすいません、こいちゃんを興奮させるためにラジオやってんじゃないですか簡単に興奮すなよ言うたってちょっと怒ったってそれがもったいない、もったいないもったいないもったいないお前も笑うなよ、いや笑ってるから、それやっぱり ね笑いはね、でね確かに笑うしかないわな、そうです、あの流れで、ね、そうですよ、それで私も乗っちゃったんだ、うん、また怒られちゃうから、ごめんなさい、本当に、はい、私はいらんこと言ってたからいやだからそういう直系とかそんなんて、うん、もう知らないもんね、そんな、いや知らないですよね、うん、はい、なあ
だから松竹と吉本がバチバチの時代に生きてるわけんか、うん、俺とさんまがおるわけんか、うんうん、でそれを時越えてね、あの松竹の番組に僕らがなんか呼ばれるそれもおもろいよね、それもすごいですね、いやほんまにそうだから噂はねよく聞いてましたけど、うん、僕ら世代は結構もう仲良く、ね、仲良くね、してくれてたんで、うん、松竹の先輩も、うん、あ誰なの松竹の先輩誰、TKO さん、 TKO ね、増田岡田さん、うん、同期がアメザリー、アメザリー OK とかが同期が、あそうかそうか、うん、だからやあとそうか、アメザリーさんでちょっと悲しい話あんねん、あちょっとアメザリーまあいちいちする話でもないんですけど、ね、まあ振られたからね、はい、まあ、一回だから OK とよう仕事一緒になって、そうそう、でデビュー時期聞いたら大体同期やなってなったんですよ、うんうん、あじゃあもうこれからもうタメ口でって、僕ら年下なんですけど、あ、うん、あほんならもうタメ口でじゃあ同期ということで、あアメザリも一緒やから言うとくわって OK の小島くんで今掃除ばかやったやつな、自分のやってるで、で今度あの柳原くんと仕事一緒になって、うん、声高いな、 OK から聞いたべって、うん、もう同期で行こうやっていう話した後に平井くんと飯行ってタメ口で喋ってたら、うん、えなんでタメ口なんて言われてでこれあれやな、平井くんが悪いんじゃなくてこれ小島くんが言うてないんかなと思って、すぐ連絡して今なんでタメ口やねんって言われてるけどどないなってんねんって言った数日後に平井くんから電話かかってきて、えごめんちょっと酔ってたから、じゃあこれから俺があのタメ口で恋ちゃんが敬語を使ってったんと同じ期間逆にしてって言いやいやそれは話が行き届いてないだけやから全それほら意味が分からん話だってだからなんか僕も怖いからアメザリさんって言っちゃういやでもそっから平井くん逆に仲良くなって、逆に吉本の人間と飯行くときに平井くんだけ混ざってたりとかもありながら、そういうのはすごい大事やな、そうですね、先輩後輩ってありますもんね、あまああんねんあんねんね、だからいやでも同い年、巨人が同い年なの、あ巨人選手も同い年やけどちょっと後輩で、はい、巨人はもともとそのまあ話し家やったからね、話し家になってたから、はい、そのあたりがだからお兄さんって言うんだけど、はい、そんなもうお兄さん言われてもな、巨人あんな笑いのことよう知ってる人にはね、そんな言われてもお兄さんねとか言って、ま、真面目やからね、はい、きっちりしてるからやな、はい、だからもうほんま俺どうしていいのかなと思って巨人さん言うのもおかしいし、あの巨人言うてるけどね、あれもう難しいよこれで、外から見てたら巨人師匠がつべさんがきょあお兄さんって言ってたらもうむちゃむちゃ年取ってあんのかなって年齢じゃないですもんね、もうそうあの辺ややこしい ねで東京なんか特にややこしいの、いやそうですよね、東京ね、話か、はい、話かなんかめっちゃややこしいで、あの男子師匠と、はい、であの三助、はい、うん、ね、はい、うん、ね、でそうそう男子が男子が言うとはったからえでもサントリーデマ寄せ一緒にやってたから、はい、お兄さん言ってたしで男子じゃ男子師匠言ってるし、うん、おでお兄さんでよかったんかなと思う、途中で帰られへんやんかもう無理、そうです、ね、もう無理やもん、男子師匠し三助さんってこれおかしいやんもう無理、もう三助やん、猿の三吉みたいなもんやこれ難しいねこれね、本当に難しいやろそれ、分かれへんがな、東京の他事務所は特に分からないですね、うん、同期のやつが誰なの、同期僕ら野生爆弾、あ野爆がそうか、次長課長ブラマヨとかなんですけど、ら彼らがどう喋ってるかを聞いて、そうです、ね、はい、こう後輩なのか先輩なのか、あなるほど、期待の線で見て、うんうん、一応ね13期ぐらいですね、すごい黄金世代もうたくさんいろんな人いっぱい、もうみんな東京行きましたね、でもなぜのシャンパーターももう そういう気やったやな、もう東京行く東京行かんとか関係なくこっちにやってた方がすごい
馴染んでるやんか。馴染おかげさまでけど、はい、こいちゃんと喋ってたんはやっぱ、うん、劇場で漫才したいなっていうのはあったんですよ。当時東京劇場なかったんですよ。なんかそうか、今でこそルミネとか大宮とかたくさんありますけど、ほんまに NGK ではずっとやりたいなという言うてたやん、はい、あったんで。あ、そうか、だ全部大阪捨てて東京行かなあかん時代やったんで、うん、そう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 、それやったらちょっと大阪で東京呼ばれるように頑張ろうみたいな感じやらせていただきました。でも大阪でも大阪っていう感じになってんねん。そうなんですよ。なあ、そうですね、ありがたい話で26、7年ずっと何かしらレギュラーがあるんで。いや、なんすごいな、はい、それ、うん、それがあるのでやめるわけにもやっぱりいかんわな。やっぱ早いうちにでも結婚して子供できたっていうのもあるかもしれないですね。俺もそれはね本当にあるわ。だからずっとこっちにおったんわ、しばらく、はいはい、13年こっちにおったからね、はい、13年こっちにおって、うちの、まあ、早いこと22で結婚したから、はい、うん、この世界入って、それであの3年おらなあかんねんね、うちの師匠とこに、はい、あのまあ、年金やから、はい、だから1年はレギュラー持ちながら年金でやってたからね、へえ、だからその辺はだからもうそっからずっともう東京行けないような状態で、まあまあ、はい、悪いこともしたんやけどね、俺あのアホなことした。え、悪いことですか。悪いことっていうか、まあ、有名なやつ、ね、有名なやつっていうかね、あ、そう、そうそう、あの興奮するやつ、興奮するようなこと、興奮するようなことをしたりね、あの恋踏んで殺したりとかね、そんなんしてしもたからね。だからなんでやろね、あんなことなって、うん、で行けなく、もう東京行かへんって言ってなって、ね、そっから来てくれ言われて、だから13年ぐらいこっちにおったね、うん、で結局はまあね、もう向こうで仕事してるけど、気持ちとしてはもうすごいこっちは好きやからね、うん、もうこっちで生まれてこっちで育ってんねんから、ね、やっぱ、うん、もともとね、面白いと思われたいとか面白いことして伝えたいっていうのがあって、でそれがまあ別に大阪の方が多かったから大阪でいいかなっていう感じはやっぱりしますね、うんうんうん、そうやんな、はい、うん、それはほんまに俺もさ、からレギュラーものすレギュラー17本やってたんやん、大阪で、大阪で17本、20代とか、うん、2人必要ですよ鶴瓶さんは。え、いやいや、でも深夜放送5本やってて、うん、で、まあ、だからその辺ラジオ多かったけど、まあ、うん、で幸いうち その松竹の枠、はい、全部俺やってたからや、ね、すごいな、松竹ちゃいますやん、松竹ちゃい枠ちゃいますやん、そうなったら松竹の枠鶴瓶ですやん俺よう言ってたもん俺がおるからね、ほんま今言う、俺がおるから松竹あると思っとけよって俺松竹さんは言ってたもん、それは言うてたほんまに冗談でね、な冗談ならんようなと全部ほんまにそうなりましたもんねだからもうそう、俺に礼言うてくれとか言ってたけど、うん、だからまあそういう意味ではこっち長いのはさ、13年ここで陽さん番組やったろうな、毎日放送でもね、あの、うん、突然ガバチョとかね、 あんなんもそうやしね、でラジオなんかめちゃめちゃやんたんこれもう何年、30何年40年ぐらいやってるもんな、これもうあの一遍10年ぐらい、はい、あの毎日放送と喧嘩しててね、でへん言うて、うん、そうだったんですね、そうだ、そこで清師匠とあのすみさんがあの言うてくれたよ、もう出たりーなって言って出たりーな、ね、間入ろか言うて、もうええやんもうええやんとか言うて、でその最初がヤングタウンやもん、お聞きしたのが、すごいですね、うん、雪解けしたんですね、雪解けしたんだね、雪解けっていうかもう、まあ、あることがあってね、うんうん、だから、うん、そうやね、うん、すごいな、でも聞いてたもんな、ヤングタウンね、はい、うん、学生の時にだから毎日放送で割とね、こういろんなものが若い子とすごく若い子に聞かれたっていう感じはね、ヤンタンとかそうやから、ワイのワイの90もそうやしね、うん、だからラジオ全盛の時代やったからね、今またラジオが
全然みたいな、ね、またね、うん、スマホで聞けてね、はい、ラジコがあるので、うんね、ラジオ好きな人はやっぱ好きですもんね、僕らもラジオ世代なんで ね、 やっぱりね、うん、学生時代あれラジコがなすごいタイムフリーもそれこそ全国のラジオを聞けるので ね、 どこでもね、イベントとかもすごい集客力で、うん、あそうかそうか、お前もやろそのあの1日だけやった B 面、 B 面、はい、あれもこのヤングタウンの月1だけ僕と福島アナウンサーと2人でやらせてもらってて、2人やってんねん、それもでもイベント毎月打ってるんですけど必ず同じメンバーが絶対来てくれる、ありがたいですね、めちゃくちゃありがたいです、ね、普段別に東京にいるの、シャンパーとも男多いやろ、ファン、あいや半々じゃないですかね、半々か、本当にあの関西でよくテレビ出させてもらってるんで、うん、その街ロケとしてとかした時にそのおばさまとかに、うん、あの久しぶりってよく言われるんですよ。でほんまにあすごい距離感縮まってると思って。すごいですね。久しぶりって言われる、はい。やっぱテレビでさっき見てた人は久しぶりって言ってくるし、うん、あの商店街のロケに行きまくってたから、うん、ほぼ全商店街行ったんですよ。あそうもうだからほんまに数年前行ってて、うん、ほんまの久しぶりな人もいっぱいいるんですよね大阪には。あもういよいよもう距離感ないなと思ったんが、あのオープニングバーって撮ってる時におばさんが一人やってきて、うん、僕にね今何時ですかって聞いてきたんですよ。嘘やろってなって一応今1時過ぎてますけどオープニングですよ、うん、めっちゃでっかい声張り上げてねえ言うてる時にどんだけ俺緊張感ないね思って時間切れました、はい、芸人とカメラの間に人が一番通っていくのシャンプーハットやめっちゃ前通られるよなって他のコンビとロケ行ったことないからな、翌日さんにめっちゃ言われるんですよ、うんはい、普通逃げていくねんけど、うん、前通るよ、ねはい、だからそんだけ違和感ないねやろ、普通でやってる感じで、なんか一回これもうほんまに距離感近いと思ったんが、一回なんか企画でお風呂入らせてもらえませんかっていう、ああやったよ、企画で僕と恋ちゃんであの何軒ずつ行くかっていう勝負、はい、でまあ打ち合わせの時はまあな恋ちゃん1対2とか1軒入れば勝ちかもしれないな、だから2軒行ったら絶対勝ちやなと思って蓋開けてロケしたら8対9でした、むちゃむちゃ入れてくれるやんなって、なんぼでも湯冷めしたわ言うて、それも2時間ぐらいの間に2時間で、はい、それやはい、すごいなそれ、会った人に家お風呂借りていいですかって言ったらほとんど行けたし、うん、一人のおじいちゃんなんか入浴剤入れてあげようって思ったんでしょうね、うん、ずっとねあのバスクリーンのことバファリン入れてあるわけですだからいや僕頭痛ないんですよって言ってても何を言ってんねんこいつみたいな返しされて優しかったな、優しかった、はい、いやだからそれだけもう馴染んでんねん、大阪にほんまにありがたい、東京の番組で特集組まれてましたね、シャンプーハッサン伝説みたいな、そうで大阪でものすとんでもないことになるっていう、僕見ましたもん特番でなんかその銀幕スターみたいな感じではないんですよ、わかるわかる、でもなんかもううねりが出るようにもううわーってなるっていうのを、なんなんすかね、あなんかやりましたね、やりましたよね、多分東京で見てましたもん、いやいやだからなんやろな、シャンプーハット不思議やねん、そうそう、うん、だからもう言うてる間に師匠から直接連絡来るようになったんですもうこれ電話せなあかんわみたいになったよねその辺の距離感もやっぱ距離感なんか師匠との距離感もやぶちちまって芸人いう意識がないのやろないやもうありがたいですよ、大阪のおばあも俺にもそうよ、そうつーちゃん1000円崩してなんで同じようなそうですね距離感ですよね、でも似てらっしゃるんですかね、やっぱり似てるんやろな、1000円崩してそうそう新大阪でつーちゃん1000円崩して1000円それは別にテレビも何も言ってないの儲かった言って500円したんですもんね、崩して僕でも駅で一回女の人走ってきて、うん、シャンプーハットの小出さんですよね、はい100円くださいって言われてあげたらちゃんと、うん、あげました、あげたら、うん、なんか後でお手紙と100円送ってきてくれたんですけどあすごい、なんそれ駅でお金なくなって帰れんくなったから知り合い君の待ってたら知ってる顔来たから声をかけて申し訳ございませんでしたってほら久しぶりってなんですよ、いやそうや俺もそういうことやもう親近感が強すぎてる人の、はい、あの ものすごいすごいのは階段からゴン落ちて誰か呼ばなあかんかったんやろな、ガーンと落ちてね、ものすごい鼻息だけで俺に電話かかってきて今階段から落ちた誰ファンの人前
あの送ってお菓子かなんかくれはったから俺の電話入れたら登録したはったやろな、はい、階段からゴーンって言って誰かに電話せなあかん思って俺にどないしはったんですか階段から落ちてなんで俺の電話やライフラインの師匠マジ119番してくださいそうやろほんまそうやろ階段から落ちてなんで鼻息だけですよどうしたのって階段から落ちて階段から落ちて師匠の顔が一番最初に浮かんだ顔が師匠なんですほんまもう死ぬ思ったじゃあ最後に一言よ、うん、声かけとかなって思った階段から落ちて電話される階段落ちてどうしたらええのって俺に言うとどうしたらええねんって言って階段から落ちて俺に電話かけるずっと鼻息もってでも私も電話しました、ね、あの階段から落ちて親に電話する前に、うん、あの入院することになったんでやったらそう鶴瓶さんにはい親よりも先に電話したなるんですかね鶴瓶さんあけど確かに僕も正月の一発目のご挨拶絶対鶴瓶しますあげました何かしらやっぱ一発目にそう一発目の僕一人目 あの子供生まれた時やっぱりあの師匠に最初に電話して奥さんに怒られました、ねうん、なんでそこなのってまず私の両親とかどうなのみたいなこと言われてむっちゃ怒られましたもん名前の順のあの先頭でもないないない全然ない全然ないやつうか小不思議かどっちかですむちゃくちゃやでほんまそれ多いわ俺ようなんか俺救急車でね、はいはい、だからうん彼がものすごい頭から血出てます言うてね彼がだからあれやろあの なんかガン打ったんやろな、ね、血出てえらい血出て連れた言うて電話かかってきてほんで救急車の中からですいや知らんかったから救急車やべえって言ったら救急車の中ですなんで俺に電話すんねんもうもうそいつの電話出てへんもんあいつやんかあの演歌歌手のえ大空ミッキー大空ミッキどうしてもどうしてもやっぱりなんかやっぱり自分がなんよ自分で血出てんじゃう前の人が血出てるからどういうことやねんパニックになった時に俺に電話したらやっぱ落ち着いてなんとかなりそうですもんね声聞きたい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 ってどうすればいいかを教えてくれそう私はもう知らない番号絶対出るじゃないですかいつもそう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 いや知らない番号って何かもらいましたお礼の電話をありがとうってもう手紙書くのあれからね俺のありがとうねって電話番号書いてあるから、はい、そこ向こうは登録してきゃあんねん、はい、そりゃしますよ鶴瓶さんが電話かかってきてびっくりしますよ、ね、でしょっちゅうかかってけんけどね登録しはるから、はい、その階段落ちた時とか、うん時ね、山口から出てきてそれであのアイドルになりたいって出てきはったよこの前もねもう帰らはったけどもう泣きながら、でこの間ってそれこそあのなんか結婚式の花送ったり動画撮ったり全然知らない人ですよあのなんか手紙知らない人じゃないけどまあまあね、はい、あの人あのその人にもあちょっとけど怪我した時とか例えば両親やったら心配しすぎるってもあるし彼氏もなんか重いなってあるけど鶴瓶師匠ちょうどええんちゃいますなんで俺ちょうどいいか分からんけどちょうどいいと思うなんかちょうどいいちょうどええちょうどええわ逆に電話すぐ取ってくるし行儀がいいというか、うん、普通知ったら酔っ払った時とかにかけそうやのにそれはないないんでしょ普段の何でもない時はないんだだからどこかで連絡を取りたいと思った時に階段落ちた時今やってなったんですか、ね、なんか逆にチャンスだったんですかびっくりするよ鼻息だけはどうしたのって階段から落ちたって知らないのと言われよ大丈夫か言うじゃんけど今だったら電話できると思って大丈夫の一言が欲しい大丈夫言うやろある一定緊張感はちゃんと持ってるんですねみんなかけ、うん、まあそうやけどなそんなおかしいで大体だから日常そういうことようあるよその方がおもろいやんか日常あったことが、ねうん、この前もね、はい、タクシーで俺落語の稽古してたんよ ねで芝浜で、はい、ねまあ言うたらまあ芝浜でと夫が帰ってきた時に、はい開けてくれ、はい、開けてくれって言ったらタクシー開いたよ、まあまあ、ちょっと稽古するってさっき言うてますやんか俺の横
開けてくれって言ったら、何ですかって言って、動きながらやで。向こう危ない、危ない、緊張してたのかな、やっぱ緊張してたじゃない、緊張しますよ、師匠乗せてるっていうね。いやそんな分かっていたけれど言うてんねんで、これ稽古するいうのを。その前もあんねんから、その前がなかったらね、あれやけど、ほんまにドア開いたんだよ、ドア開いたよ、開けてくれ。その前やね、だいぶあんねんで。そうそう、だってしばらく結構お金拾ってきてそこまで行くのに結構尺ありますもんね。だから普通に喋ってるわけ、はい、声でも聞いてるんですけど、ね、稽古します言うてんねんです、はい、なんでそこだけ取り上げてんの。国民の友達みたいな感じです ね、 ね、落ちるだよ俺。ええー、と思ってあがあがあ言うてもほんまに。そんな急な用事あろうと思ったんちゃいます。俺がね。何かしら開けなきゃいけないと、出落ちてるとか思ったからそのまま転げて俺転げて落ちてるとかいかないと。だから 日常ってそういうことあるよね、ほんまに。こんなのないです。特殊です、特殊すぎる、ね、特殊とあるやろそんなの。だからその親しいと思って声かけてくれたけど、急に逆ギレするそのおば様とかも結構いて、だからそのサインくださいみたいな感じで来はるじゃないですか、あ全然いいですけどって言って、あっとペンがでないってなるじゃないですか、はい、ほんだらおばさんがなんであんたペン持ってんのよって言ってそんなちょっとはいはいごめんなさい言って、いやほんまおるよ、おや、ほんま急になんであんたペン持ってんの言うて持ってるわけないじゃないすいません、やっぱ勢いに人って負けますよね、すいませんその感じで近鉄で俺上のこともあったらバーおっさんあれ寄ってたよな、サインもらおうか指さして、指さして君のサインを降りた途端やでサインもらおうか。俺でも一回ロケ、あの天神橋でロケしてたら、うんうん、後ろからケツボン蹴られたんですよ、そうや、うん、はい、で振り返ったらおばちゃんが睨んできて、え、どうされましたって言ったら、頑張りやーって言って帰っていきました。怖っ、応援の仕方すげえなと思って、ねね、裏返しやな、優しさ、優しさ、裏返し、優しさ、裏返し、興奮しました、めちゃめちゃ興奮しました、ね、すごいな、どこなんでその興奮を聞くねん。いやこの流れかなと思って、ね、お気持ちどうでしたかにしてください。興奮しましたか言うてもらって、靴もせやけど靴下キンキラミン、何それまた言われた、何やねこの靴下、金の靴下履いてますよ師匠、ね、金の靴下、はい、何やってん、ちょっと気持ちをね、家から履いてきたの、家から履いてきました、うん、ちょっと気持ちをちょっと明らか、あの明るくいきたいなっていうので、金色の靴下いいじゃないですか、気持ちね、靴下ぐらい金にしといても。興奮してきた、してきました。いやおかしい、お互いに聞き合う、お互い聞き合うんじゃないとか、愛とか、お気持ちはしてやせる、興奮してきたわ、愛って言わしてあげる、お気持ちや、お気持ちはやる、今の気持ちはにしてる、言いたかったよね、言いたかったんです、ちょっと失礼しました、失礼しました、失礼しました。いやだからほんま日常が一番おもろいね、日常がね、まあ、いろんなとこにほんまサインもしてきました、本当にあのお手元とかの封とか、うん、ちぎった段ボールとかにも手元にないとか、けどあこれいいとこサインしたなと思ったが、あ紙ないわっていうおばさんが、あメモ帳あるわ言うてメモ帳パッて出してきて、あここやったら書けるわって書いたとこね、あのその手帳があの高血圧手帳、うん、なんかその血圧の毎日測るとこの、はい、あの医者の一言のとこに僕サイン書きます。いいんですかここ僕が書いて一言で、いいとこで、はい、俺葉っぱに書いたことある。葉っぱはあれ持ってんのかな。いやそれはでも子供を公演デビューさすときに上級生の子らが寄ってきて、うん、マジックはあるけど逆紙ないから、うんうん、サイン書いてやって、服書いてやって、いや服はお母さんが怒られるかあかんって言ったら、みんな石と葉っぱ拾いに行って俺皮脂と葉っぱにサインして、それええこっちゃうな、それ。でも翌日サイン入りの葉っぱ公園待ってたらしいですけどね持って帰るの忘れて。いやだからそんなんも向こうもの忘れとんねん、そんなもんね。いやでもね、徳島かどっか行った時に、徳島か、まあ、松山か松山行った時に、
あんたのサイン、堺のね、はい、堺の人間やけど、年出てきて、はい、あんたのサインはもうたんやでって言うから、うん、もう今持ってへんやろって俺言うやんか、はい、もうだいぶ前やねんから、はい、ほんだら、なんか急にそのおまんおらんようになって、他の人と喋ったら、パー持ってきて、昭和54年の、持ってやったやん。すごい。うわすごいなと思った。40年以上前だ。そうや、昭和54年これほんまに持ったやろって言うて、すげえ、ずっと探してはったやろな、どっか何や言うてるとこ嘘や思われたら嫌や思って、昭和54年やで、ずっと大切に大切に、だって嫁いできてそこへ持ってる、だからもう謝ったわ、そもそも勝手にね持てんやろ言うてからすんまへん言うて、そんなことあんねんで、これいいか、僕普通にサインしてくださいって来て、うん、あのシャンプーアート鉄次っての書いて、おばさんがあれって言う顔してたから、あれどうされましたって言ったら、あなたはシャンプーアートの鉄次さんって言うんですかって言って、あ、そうですかって言って、え、私が知ってるあなたは阪急フェリーでオーケストラなんか弾いてた人ですよねな、何を言うてはるんですかって言って、いや、あなたはシャンプーハットの鉄人ではないです、はい、阪急フェリーで私はあなたを見ましたって、はい、なんか演奏されてましたって言われましたでももしかして超能力者なら将来そうなるというちゃんがそれ阪急フェリーでなんか演奏されてましたねって言われて、いや違いますよって、いや一般の人もほんまそんなん多いなよくアナウンサー違いでも言われます、うん、あ、サインしたら、え、清水アナじゃないのとかいやアナウンサーっていうのはアナウンサーだけアナウンサーは分かってんの、アナウンサーっていうのは分かってるんだと思うんです、なんかメイクとかもして、はいはい、あのイベントとかの司会の後とかにちょっとサインお願いしますって言って書いたら、うん、え、清水じゃないんじゃん、え、タマちゃんじゃないのよう、でもそんなこと言うな、ね、その感じでそうであってもね、そうです、そうそう、めっちゃファンですっていう人が言ってきて、サインしたら、え、諸国さんだと思ったって読売のアナウンサーにの名前を言ってきて、めっちゃショックでした、そういう、いやでもそんな人よういてるよな、よく言いますよね、やっぱ、俺たちほどはっきり名前と顔って一致してないし、うん、めっちゃファンとかめっちゃ見てるっていうめっちゃって分かりにくいですもんね、一回ちょっとお姉さんがいる店に連れてってもらった時にお姉さんが隣座って、めっちゃファンで昔から全部テレビ録画して見てるぐらい好きなんです、だから自分から立候補して隣座っていいですかって言ってきたんですよ、だからちょっとサービスしとかなあかんから、ちょっとギャグ言うとかなあかんなと思って、そうか、それはオーマイガッドトゥギャザーやなって来たよ、さすが優しい、それ言うたらその子が何それって言う全然知らない、顔真っ赤っかいっすよこっちは何それ今のそれを認知されてなくて見てるやつ、あんなん見てる誰やと思ってたんですか、誰やと思ってたのかな、なんかやっぱりぼんやり見たことあると、名前は知らんとかかもしれない、あんなんだから好きや言うのね、あんまりほんまに好きやと言わへんで、好きやって言えないですね、そうですね、隣に座っていいですかから、そのロバタ焼きのなんかした、なんていうの、畳のところの掘りごたつですか、掘りごたつ、はい、よう出てきたなお前、掘りごたつ畳のところこうやって今の一組でよう分かるさすが時短だ、時短だでよう分かりましたよ掘りごたつ で, そでもうあんたもう向こうしばらくしてて、はいはい、向こう行き、すみませんでしたと俺の頭支えてだってお前おい大変だよおあってファンっていう人立ち上がんねん、何してんの、肩でもないんですよ、肩じゃん、頭でちょうどよかったですよね、ちょうど手出ちゃったんですかね、そうちょうどね肩は低すぎたんですかね、頭いやお前ほんまにワンかよ、髪型も崩れへんし崩れるかよ、ちょっと滑り止め、ちょっと滑り止めほんまそんなあるで、そんな、なんかファンなんて信用せえへんの、ほんま失礼失礼すぎるやろ、用できないです、そんなの、いやいや、シャツっつやっぱどっかでそうなんかできちゃうできちゃうんだな、ほんまに何しとんねん、だからそれはそう、もっと怒っていいですよいやいや、おもろかったよ、俺かよ
振りが効いてますよね、ちゃんと。俺別にこんな世界なかったも71やで。71のおっさんの頭どう思って。別に誰であろうとしないですよね。普通はしないやろ。しないです好きは好きなんでしょう。好きだから好きじゃないとできないです。好きの向こう側です。好きの向こう側は頭を支えにして立つです。最終的にそこに行くんですね。触れたかったんじゃないですか。触れたかったんじゃん。ここチャンスだと思ったんですね。びっくりするやろな、ほんまに。失礼やで。想像したらお腹痛い。怒らなくて。想像したらお腹痛い。だからとほんまに失礼な、ナースと言ってるよ、ほんまに。もうあれもわからん、俺も、あの、何、口作って口のこの、この口、なんか折り紙で。はい、で何にも言わへんのよ、そば焼きで、こんにちはって言って、置いて帰らない。パックみたいなやつですね。こんにちはって言って。目の前で。何それ。何がしたかったんですか。何がしたかったか分かる。で、それから知らん顔してうどん食べたんで。それだけやって。それだけやって。受けると思ったら、お前のほか受けんかったから。びっくりしたよ。こんにちはって。向こうは何望んでたんですか、最初に。知らん、そんな。すごい喜んでくれると思ったんですかね。えそれに対して、どういうリアクションしていいのか分からないけど、びっくりするやんか、急に来ておばちゃんが、こんにちはって、怖いけど、ほんまに、あ、芸能人やっててよかったなみたいなのがあって、なんかこう、まあ、ちょっと高級なレストランで食事してた時に、あの女性の方でね、あのウェイトレスさんいてるじゃないですか、ほんなその人が、なんかこう、こんな初めてメモみたいなパッと、出さってもこれ、めっちゃ来たやんと思って。あ、こう、あ、こう、あ、え、こういうのって店出たからすぐ電話番号とか返した方がいいんかなとか、もう食事も、もうしどろもどろで、なんかでっていうか、これどのタイミングで俺見んねんと思って、まあけど一応おる時になんかこうパッと見た方がいいかなと思ってパッとメモ見たら、オーマイガットトゥギャザーって書いてたんですよ。あれ、何やあれってふざけんな思って。違うし、しかも何これ何々って言うてますって言うて欲しかったんかもしれんな。オーマイガットトゥギャザーってめっちゃ見てたやろな、開けるとこ、開けた瞬間、開けるとこ恥ずかしいやろ、見られたら。何がお前がとつきやすいやねん。いやでもそういうなんてなんかな、おもろいで、うん、が指さしてよ、お父さんが来て、お前いつもお前人の家入ってるやろ。あ、家族に乾杯やろ。あれはお前ボンクレや思ってたけど、お前は偉い、あれは、うん、あれは三振にはできんやつ。やかましいボンクラや思ってたんすよ。ボンクラや思ってたよ。ほんま、だからやっぱり日常のほんまにあったことってやっぱおもろいわ、はい、うん、でも いいですね、こうやって笑えるから。一つ一つ冷静に考えたら悲しい話で、ほんまやで、恥かかされたり、だって会社の上司に飯連れてったるわって言われて、上司と喋ってる時その上司が頭を押さえられて、部下の上司が立ったりとか見たら、俺もうこの会社やめようと。でも笑えるもんな。そうですね、笑えるよな、これ。笑えるっていうか、まあもう、こうネタにできるのがいいですよね、この仕事、うん、全部ね。全部人生で起きたことで、けどその時は辛いですよね、頭支えられた時は辛かったですね。もう辛ないわ、俺だろ、何とんねんお前って言うたら、お前何とんねんお前。冷静になって考えたら首こないなんねんね。一人の女の人が立ち上がろうとする、はいはい、71のおっさんが受け止めるな。正当なツッコミですよね。それは何とんねんお前。ほんま、でも僕も笑うてんねんもんな。はい、やっちゃったみたいな感じなんですかね。そうです。ついやっちゃった、ね。お前そんなんないんかい。僕ありますよ。だからそれこそ2日前ぐらい、チーカーグッズっていうぬいぐるみ、今流行ってるんですね。かわいい。なんかね、かわいい、なんか。クマちゃんみたいな、なのか、ゆるキャラですね。ちょっと知り合いのファン、なんかそのなんか、それの大ファンの人がいるから、僕ちょっとまだすごい並ぶんですけど、並んでたら、珍しく、なんかおじさんみたいな人が、末高友ですよね、さえて友ですよねって言われて、末高友、そう、そっち知ってくれてて、うん、で、うわ、こんなとこであると、僕前橋から出てきてとか言われて、うん、ああ、つって、チーカー好きなんですかとか言って、
いやでなんかちょっと恥ずかしくなってそこに並んでるのがだから、うん、ちょっと子供にあげたくてって、うん、本当ですかみたいな誰かにあげたいんでしょ女の子とかにみたいな、なんか変なちょっと、うん、でもその人と ずっと1時間ぐらい一緒にいなきゃいけないんですよ、うん、そこで声かけられちゃって、うん、開店まで1時間ぐらいあったからそれでずっとちょっと待ってお前そんな並んでた1時間並んだんだよそれプレゼントするためにすげえなで誰にプレゼントそれはだから知り合いのそのなんかチーカーの人にそれで僕前にちょっといろいろいただきもしちゃったからお祝いでそれを返そうと思ってで1週間ずっと待ってたらどこでやねん東京駅東京駅でなんか子供たちがいっぱい並んでるからだんだんちょっと恥ずかしくなってきてで結果的にその人と話すしかなくなってきたんですよ、うん、そうすると向こうもだんだん気心してきていや僕今実は今日何の日だか知ってますとかえ何の日だ誕生日って言われてであるなあそれそれで誕生日って言われて、ね、どうしょうがないからトムチャって僕作ってるんで、うん、トムチャ渡したらなんかこれかみたいなだんだんちょっとこういじってくる感じでも1時間はずっとその人といなきゃいけないから、うん、ずっとそれで最終的にサインくださいみたいななんて、うん、いやでも僕何にも持ってないしってそれこそそれでサイン、うん、サイン色紙も僕ないなみたいなじゃあもうこれでいいやって言ってチーカワ自分の持ってたやつに、うん、これにサインしてくださいって言われてうん、いや俺これはちょっとファンなんでしょって言ってファンですけどもうこれしかないからって言われて、うん、でサイン書いたらなんかちょっとやっぱなんか思ってた感じと違うのか、うん、やっぱこれじゃなかったかなみたいなことずっと言う人だったからその人と僕1時間過ごしました最悪なかった言うあんでそんな話ちょっと待ってあるあるあとごめんなさいあんなにみんな楽しんでたのになんでその時だけ急に手取りさんもずっとなんか書いてるしいやあの迷ってはるな迷ってない迷ってたよ迷ってない迷ってないですけど確かに何やったらもう話忘れてくれてもええのになちょっと待ってください迷ってたよ今完全に、はい、いやでもあの確かに僕も途中から何かかんないけど変な汗かき始めてますしそれを二人は先輩たちが気づいてるから何かしらフォローでもしてくれるのかなと思ったらどうにか忘れてくれ、うん、この話忘れて覚えてるんかいと思って最後までリアル話やもんなでも、ね、しょうがないですね、うん、それをまあだいぶなんか本当に温泉使いながら眺めてるみたいな感じだったから今こっちすごい汗かいてるからまあキリがいいところキリ良くないよお知らせですあのイースト池前クリニックさんっていう、はい、あのお世話になってるね、あのところこう育毛とか、はい、あとそれが ED 治療とか、ね、ほんまにねこんな毛濃いなかったの、はい、めちゃくちゃ濃いやろボーボーじゃないですかボーボーもうだいぶ薄くなってたんですけど一気にすごい眉毛もこんなここまで濃くなかったんですそうなんですかいやすごい毛量やなと思ってたそうやろこんなになってもこの2年ぐらいですごいことになってるそれなほんまに聞くなそれ聞きますね俺も聞くのか師匠もだからいやいけると思いますよ多分どこまでかは言わないですよでも多分効果はありますからやっぱ、まあ、今更なってもな俺も急にガーもうこんなになってもないやでもそれもしそれをされたい場合は、うん、ぜひちょっとイースト駅前クリニックにだからそれこそシャンプーハットさんのお二人も結構、ね、あの外国の方に間違えられたりあ、まあ、僕もだから濃くなってきたからよりちょっと濃いとはい外国の人にお巡りさんにお巡りさんにパスポート見せろって言われたことありますありますよもうすいませんそれはないですじゃあまだまだですねまだまだですもうちょいですねもうちょいですわかりましたパスポート飲み続けられたらそうなりますからそうですだからあれですインド料理屋行って、うん、僕と妻の味付けが違うことありますいやないない僕だけ本場の味付けで出てきたことあるんですよないでしょそんなことちょっとまだまだでしたもうちょいじゃないですまだまだでしたやっぱお笑いっていいなこれお笑いじゃなかったら結構悲しい話いやそうですねやっぱりそれを全部、はい、ちょっともうちょっと僕も飲み続けますすごい毛量すごい毛量すごいありがとうございます、ほんまにこうなんか最初やりだしたことそこまでなかったもんなどんどん、まあ、飲み続けてるのもあって2年ぐらいになりますけどすっごく濃くなるんでありがとうございます言えましたねそれで A のそれで A のいや今トムさんの時間ですいやもうちょっとチーカーからまださまだほら続いてるから何をですか精神的なものがまだだってあの僕一回だけあの事故に遭ったことあるんですけどその時物がゆっくり見えたんですけどさっきちょっとあのチーカーの話してる時同じような動きだったんです全員が物がゆっくり見えるから調子いいんちゃいます調子よくないですよだって逆にゾーン入ってる野球選手ボールがスローに見えるっていうけど、うん、周りがスローになってるぐらい今しゃべりの
調子良すぎたんちゃいます。いやでもゾーン、ゾーン、ゾーンに入ってます。お笑いのゾーン入ってます。本当に入ってます。はい、俺もやっぱ調子いい時ツッコミがスローに見えますもん。本当ですか。はい、あれほんまに俺がゆっくりだだけ。変な間開けてる時。あそうゆっくり言ってんね。あとわざと変な間開けてる時。ゾーンに入ってる時小泉さんお茶飲んだりしないですから絶対。確かに。はい、よく見えてますよね、はい、僕のことが。よく見えてます。はい、うん、ゾーンや。言ってよかったです。ゾーン入ったら周り無音になるから。いやそうです。笑ってる声が聞こえない。本当ですか。白くなってゾーン入った。視界が白くなりますね。ゾーン入ったから、はい、ゾーン入ると。流れんだもんなあれ。先ゾーン入ってましたよ。ゾーン入った。時間にも申し訳ない。みんな一生懸命耳を傾けてました。うん、はい、今でもそこの間、はい、これ全然違う話やけど、なんか、え、天ヶ崎がバズってるとか言って。天がなんでバズってんの。バズってるといえばずっとバズってるような街ではありますよね。阪神ファンもいっぱいおるし、天ヶ崎でロケした時駅から一本も動かんとロケ終了したことがそう。それシャンプーさんだからですよ。いや天はね、お前やったんだ、うん、もう阪神天ヶ崎はもう、うん、絶対おもろいのが撮れるという、はい、うん、行けば駅前の噴水の周りを一周したらロケ終わるっていう。ほんまにもったいないなもうっていうぐらい、うん、もったいない、もったいないな。あの、ね、だから市役所のところに、はい、もう今消してやれるけどね、市役所やで、はい、落書きやろな、うん、あのひったくりはやめようって書いたんだよ。やめようお前ら集合して何言うとんねんやめようやめよう捕まるでやつはひったくりはやめようって書いたんだよ。ええ言葉ですけど、ね、ええ言葉や、言葉は、うん、はい、やめなあかんで、やめなあかんねんけど、うん、そこ今またバズってる、バズってる、なんかバズってるよね。バズってるってようみんな言うよね。ねえ、あれなんかここバズってるとか。バズってるって何の略ですか。バズる、バズってるって何の、バズる、バズるだけですよね。バズ、バズ、バズって何、 BUZZ じゃないですか。バズって英語なんすか。英語なの、バズはなあ。 BUZZ ですね、多分。バズってる、英語やね、英語やって、レイカ英語で、うん、バズ、何のことなの、バズは。なんかバズっていうキャラクターいません。え、あ、トイストーリー、トイストーリーバズ、あれか、あれじゃないやろ、あれじゃない、あ、ない、ないの、なんか蜂の羽の音がバズ、うん、それがそのバズってるっていう語源らしいです。その騒ぎ立てるっていうので、あ、騒ぎ、られてる、そうそうそう、そうなんか、確かに蜂ってすごいもんな、近くで見たら羽の動き、うん、嫌いな、嫌い、蜂も君のこと嫌いやと思う今の気持ちは興奮しましたまあ、あかんで、まあ、それだけ切り取ったらすごいですよ。アナウンスが興奮しましたって正解、正解ってどういうことやねん正解正解です、興奮したら興奮した、まあまあ興奮したらええやん、こう人が興奮するってええで、そうです、じゃあ今の気持ちは興奮何に興奮ですか、どれだったんですか、興奮しますね、やっぱ興奮しは興奮する、ね、師匠の言う通り、師匠が興奮するって聞いたら俺も興奮する、やろもこういう沸点がすごいですね、すごいとこで面白い、いや面白いってお前ああ面白いって言うアナウンサー珍しい、面白い嬉しいの、はい、楽しいです、楽しい、まあ、楽しいのはええわな、楽しいですね、ほんまに、ね、何の役にも立たへん話でしたけど面白いのは間違いなかったね確かに人のためにいやでもほんま面白い方がええでこれね、こんななんかやな、あれは、え、 WBC は見てんの。あ、見てます、あ、見てます、楽しみですわ、楽しみやな、でももう終わっちゃってるし、4月2日の放送、ね、終わってんねやろけど、いやもう優勝してるっしょ、言うたらあかんのか、まだ、チャンスありますね、ねえ、あんな楽しいのないわ、まあ、な、楽しいですね、俺サッカーの方が、はい、あんなも僕は野球の方が好きやねんけど、うん、あんな盛り上がったから、うん、いや野球はどうかなと思ったけど、いやすごいよねこれ、はい、うん、視聴率が 40% ですよね、40%とか言って、うん、いやだからあんなプロ野球選手が1試合に集中してやるって、なんか高校球児みたいにやってるんで、うん、なんかもう、うん、
僕試合前からちょっと泣きかけてますどんな結果でも俺は受け止めるからやってくれっていう気持ち。ほんまそうそう、ほんまにそう。大谷さんのバントなんて私もヒェーって言っちゃいましたもん。本当に一生懸命やもんな、チームのためにあんなすごい人なあ、ね、そうやで、するんじゃないかってこれ今回するじゃないですか。あれはもうちょっとええもん見させてくれたなと思うね。もう失礼けどヌートバーなんか知らんかったっすね。全く知らんかった。誰やこんなん呼んできたんで、えらいことなるよって。なんやほんま、もっといい選手おるやろ思ってたら、もう知らん間にもうペッパーミルやってますよ、ね、そうやろほんまに。なんで近本出したらええんって思ってたやん。近本も良かったですからね。もう近本出したらええと思ってたのに、あもうヌートバーヌートバーもうペッパーミルペッパーミル近本からは出てこなかった。ヌートバーええよね。経済効果すごいですよ。ヌートバーガーとかもすごい流行ってる。ヌートバーガー東松山だから、その地元のあのお母さんとかヌートバーガー。ヌートバーガー、ほんまかそれ。嘘はつかないですって、このタイミングで。でも数年後ヌートバーっていう映画できるかもしれない。やばどんな映画そこまでヌートバーそこまでどんな映画大丈夫かもしれない。ヌートバーという映画ペッパーミル、ペッパーミル主役。そっちなんですよ。ペッパーミルなんて知らんかったもんな。それがこうやで、ね、これ、ね。ほんまに。何見てんの。いや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 、なんか動きが見るっぽくなかったんですよ。ごめんなさい。いや、ここは。そうすいません。すいません。失礼しました。海外でも身を粉にして働くという言葉があるみたいで、うん、そういう意味であの、あれペッパー。そういう意味も何個か意味あるんですけど、もう意味あるんです。言われはね、言われがあるんですけど、もうだから日本やったらもうゴマするしか言うあれじゃないですか。ちょっとダサい。ダサいですよね。そのゴマ、監督にゴマ吸ってる場合じゃないですか。ヌートバーはええわね、ええ顔してんねまた。顔す。なんであんなやつ。かっこいい。かっこいい。かっこいいじゃん。人が打った時に一番喜んでますよね。喜んでね。ガッとかやって。ほんまな。めちゃくちゃええ人。感が出てる。日本好きやし。一途11年の、はい、あの遠距離恋愛している彼氏、彼女がいるらしいですよ。ええそう。はい、ネットニュース読みました。いやそれは知らん。だってまだ25、6だから、じゃあ14、15歳からずっと。そう。幼馴染。いやほんまに知ってんのかそれ。いや本当に全然信じてくれますか。ヌートバー情報全然信じてくれないでしょ。本当に。知らなかったわ。ネットニュースで読んで。日本にいて、いや海外に、海外に、はい、アメリカか。いやそれもええ話や、ええ話や。日本来てくんないですかね、いつか数年後。日本のプロ野球、日本のプロ野球な、うん、欲しいやろうな、どこも、うん、すっごい人気でもいや欲しい、来てほしいわ、欲しいで、それは、はい。いやいや、ほんまにシャンプーハートありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったですね。お願いします。また年一呼んでくださいね。どんな仕事でもいいので。直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 で。前直で。当日でも来ますよ。来ていただけたら。私、ショークテツメと、サユテトムと、シャンプーハートテツと、コイさんと、藤林あつこでお送りしました。また来週お会いしましょう。ペッパーミー。ペッパーミー。え、今の気持ちは興奮してます。